インド国民会議はインドの政党。日本語では歓迎的に国民会議派、あるいはコングレス党とも称される。世界ではインド人民党、中国共産党に次いで規模が大きい政党である。中道左派で社会民主主義を掲げる場合もあるが、同時に保守及びポピュリズムの傾向や、インドの財界、財閥との関係も強い。さらに、 経済政策に新自由主義の傾向があるとされる場合もあり、包括政党の様相を呈している。創設者の一人、ダーダーバーイ・ナオロージー1885年、英寮インドのボンベイで72人の代表を集めて第1回の会議が開催された。この会議は、インドにおける人種差別的行政に行き通ったイギリス人官僚、 アラン・オクタビアン・ヒュームが、インド人初のイギリス会議員となった、ダーダーバー・イ・ナオロージーラと共に、インド知識人層の不満を吸収しつつ、インド人の政治参加を全時拡大するための、体制補完的、恩恵的な団体として設立したもので、当初は年末の4日間だけ活動する程度のものであった。これは、当時のインド総督の承認の下開催され、 急増する繁栄勢力への安全弁としての役割を期待されていた。バール・ガンガーダル・ティラクしかし、19世紀末より、バール・ガンガーダル、ティラク、オーロビンド・ゴーシュなどの急進派が対頭し、公然とスワラージを掲げる姿勢を見せた。先んじって1883年に全インド国民協議会を結成し、人種差別に反対していたエスバネルジーも、 全員ド的な民族運動団体の設立を目指し、合流し、恩恵派を形成した。設立当初のメンバーは、教育を受けた中間層エリート、産業界の代表らからなり、大衆にまで広く浸透していた団体とは言えなかったが、一貫して民族的団結の協調、英国による大員抑圧政治の批判、民衆の貧困を強調したことは、 民族運動初期のインド大衆世論の形成に大きな役割を果たした。1905年、インド総督カーゾンによって定められたベンガル分割令は繁栄抵抗運動の分断を図るものとみなされた。これに対し、1906年にカルカッタで開催された国民会議で旧新派の指導によってカルカッタ大会4綱領が採択された。内容は英画排斥。 スワデーシー、スワラージ、民族教育の4つであった。しかし、軽かった大会の後に、恩賢派と急進派は、分裂状態となった。当時の急進派の中心人物であったティラクが、投獄されたこともあり、再び国民会には恩賢派主導となった。マハトマガンディ第一次世界大戦後に、マハトマガンディ、ジャワハルラール、ネルー、チャンドラ・ボースラが加わり、 インド独立に大きな役割を果たした。1915年に南アフリカ連邦から帰国してから地方の闘争で成果を上げていたガンディーは独自の指導でネルーラの左派とパテルラの右派に分裂していた国民会議を統一した。1919年のアムリットサル事件の後、1920年にはガンディーの非暴力を考慮として採択し、地方組織を強化して、 本格的な政党となった。国民会議が展開した非暴力の運動の中ではとりわけ、1930年にガンディーの指導で展開された使の更新が有名である。ジャワハルラールネリュー1947年8月にインドがパキスタンと分離して独立すると、国民会議は議会政党として与党となった。ネリューが首相となり、政治的には左右両派を内包した、 包括政党としての地位を背景に一党、優位体制、コングレスシステムと、政教分離主義を、経済的には、社会主義型の開発を、国際的には、反米親卒の非同盟中立外交を展開した。以後、ネルーが1964年に、現職首相のまま死去するまで同党を基盤に強大な、権力を振るった。ネルーの後は、ラール・バハードル・シャーストリーが、首相となった。 その後、1966年のシャーストリーの死去後、今度は、ネルーの娘であるインディラ・ガンディが、首相に就任した。インディラは、チンジケートと言われた長老グループや党内右派を、強力なリーダーシップで排除。1971年には、第三次インパ戦争の勝利で、インディラ時代は絶頂を迎えた。しかし、彼女自身の選挙違反事件に対して1975年、 非常事態を宣言し、反対勢力を強権で排除、野党を弾圧したことに対して批判が集まり、1977年のロークサバー総選挙で急遽結成されたジャナタ党に大敗。インディラ自身も落選し、国民会議は独立から独占してきた政権を初めて失うこととなった。その後の1980年の総選挙ではジャナタ党が分裂。 崩壊状態にあったため国民会議は政権に復帰。インディラも首相に返り咲き、以後1984年に暗殺されるまで彼女の政権が続いた。ラジーブ・ガンディ・インディラの暗殺後、首相となったのはインディラの長男ラジーブ・ガンディだった。インディラ時代にガンディ家のリーダーシップが確立されており、そのカリスマに頼る体質が国民会議という政党全体に染み込んでいたためであった。 さらに同時に、党の汚職体質も強まっており、1989年のロークサバー総選挙では、政治改革を掲げるジャナタダルやインド人民党、共産党などの野党に敗れ、再びゲアすることになった。だがジャナタダル政権は、再び非国民会議格闘官の足並みの乱れから崩壊。それに伴って行われた1991年の総選挙では、 国民会議の政権復帰とラジーブの首相返り咲きは確実と思われたが選挙運動中にラジーブもまた暗殺されてしまった。しかし党としての国民会議はこの選挙で政権に復帰した。そこで党長老のナラス・イン・ハラオが首相となり万ン半身を増将として経済改革を開始した。だが1996年のロークサバー総選挙ではまたも 汚職体質への批判が集まって政権を失い、ジャナタダルそしてインド人民党の当たるビハーリー、バージ・ペリー首相に政権の座を明け渡し、10年近い野党暮らしを強いられることとなった。この間、党内ではガンディ家のカリスマに再び頼る声が強まり、1999年にはラジーブ・ガンディ元首相の未亡人であるソニア・ガンディを闘争祭に選出した。 ソニア・ガンディー・インド国民会議の更新2004年のロークサバー総選挙では、ソニア総裁を先頭に統一進歩同盟の中心となって145議席を獲得して第一党に復帰、政権を奪還することに成功した。ソニアの首相就任は確実と思われたが、そのソニアの最低により経済運営の実績が見込まれたマンモハンシンが首相に指名され、政権を樹立した。 また2004年の総選挙では、ソニア総裁の長男ラーフルガンディが当選し、同党の次世代ホープと目されている。2009年のロークサバー総選挙では当選をさらに、伸ばし206議席を獲得して勝利し、第二次新政権が誕生した。2014年のロークサバー総選挙では44議席しか獲得できず、インド人民党を率いる国民民主連合に敗れ野党に転落した。 2019年のロークサバー総選挙でも議席は52、議席と前回より増えたものの、野党のままである。日本語訳が異なるのでわかりにくいが、南アフリカ共和国のアフリカ民族会議の透明も、この党に反を取っている。他にもネパール会議派、マレーシアインド人会議などインドと関係が深い、政党が、よく、会議の名称を採用する。ありがとうございます。